なんでそういうこと事前に教えてくれないんですか？私、何も準備していませんよ。この街で何か買えばいいじゃん。フェルンは爪が甘いね。フリーレン様のせいなんですけど、何をプレゼントするつもりなんですか？気が済むまで見ていいわよ。カミト君、どうしてここにいるの？え？ここ俺の部屋なんだけど。悪さ？俺はイクオに誘われて参加しただけだよ。意外。勉強しに来たんだ。何なのこれは！これだけあれば魔術用の宝石に困らない！しまったー！ ありがとう、イスタ。え？じゃあまずは私にひざまずいて足の甲に口づけしてくれる？私一応サーヴァントだからちゃんと契約したいじゃない？むしろ何が来ても負けないさ。メソポタミア最強と言っても過言じゃないからね。もっと言ってもっと言って。褒めても何も出ないけど事実だから気持ちいい。やっぱりあなたも私を怖がるの？イシタル、あなただけ特別に教えてあげようと思って。私が言いたかったのは以上。順調じゃん。はい。そうだ、五条くん、足のサイズも測ってくんないかな？足ですか？俺、靴は作れないので、甲の部分が合ってないのかもしれませんね。ここ？はい。あと、幅も測りましょう。は？いいから。して？舐めろ。床に這いつくばり、羞恥と屈辱を噛みしめて、それができれば貴様の提案を考えてやる。本当に貴様、つまらん男でしかないようじゃな。室町時代あたりの怪異じゃったかの。その感染病はろくに身動きができなくなるほどの高熱を発し、最終的に死に至るというもので、実際何百人も死者がなどと、なんとかという書物に記されておるらしいぞ。いわく触れない蜂に刺されて。かっ、さすがにハラハラしたの。過激な妹子じゃ。うるせえ。